1810年の第7代フィッツ・ウィリアム子爵第7代フィッツ・ウィリアム子爵リチャード・フィッツ・ウィリアムはアイルランド貴族グレートブリテン王国の庶民委員を務めた死後に自身のコレクションをケンブリッジ大学に寄贈してフィッツ・ウィリアム美術館を創設したことで知られるジョセフ・ライトによる肖像画1764年作 第6代フィッツ・ウィリアム子爵リチャード・フィッツ・ウィリアムとキャサリン・ベッカーの息子として1745年8月1日に生まれ22日にリッチモンドで洗礼を受けた。1760年にチャーターハウススクールで教育を受けた後、1761年11月14日にケンブリッジ大学トリニティホールに入学、1764年に MA の学位を習得した。 母方の祖父から多くの絵画を相続し、以降もさらに絵画の購入を続けた。音楽への興味も知られ、パリでジャック・デュフリから音楽を教わったほか、1784年のヘンデル記念祭にも関わった。1776年5月25日に、父が死去すると、フィッツ・ウィリアム子爵区の借料、継承。1776年11月26日に、 アイルランド貴族院議員に就任した。その後、1777年2月8日から1816年2月4日まで、レンスター副提督を務めた。1789年3月5日、王立協会フェローに選出された。1790年イギリス総選挙で、ウィルトン選挙区から出馬して、当選以降1806年まで議員を務めたが、 その間には投票の記録も演説の記録もなく、庶民院の会議に出席した形跡すらなかった。ただし、完全貴族名鑑では、彼が第一次、ピット内閣を支持したことは推論できるとした。フィッツ・ウィリアム美術館、2011年撮影。1816年2月4日に、ロンドンのボンド・ストリートで死去、生涯未婚だったため弟ジョンが爵位を継承した。 遺言状に基づき、自身が収集した絵画、版画、書籍のコレクション、そして10万ポンドを、ケンブリッジ大学に寄贈し、コレクションを保存するための建物を建てるための支出は10万ポンドから、得た利子で賄うとされた。それ以外の財産は300ポンドを、弟ジョンに残したほか、親族にあたる、第11代ペンブルック伯爵、ジョージ・ハーバートが相続した。 フィッツ・ウィリアム美術館の建物は、その後1837年11月2日に、ジョージ・バセビの設計に基づき建設が開始、1848年に一般公開に至った。生涯未婚だったが、パリのバレエダンサーであるザ・シャリー・城と愛人関係になり、二男一女を設けた。第七代フィッツ・ウィリアム子爵とザ・シャリー・城はーは1784年に出会い、 1790年12月まで文通を続けたが、フランス革命が激しくなったこともあり、ザシャリーはそれ以降消息不明になった。フィッツ・ウィリアム死者は1816年に死去するまで、ザシャリー以上との手紙を所持し続け、その死後は手紙が第11代ペンブルック伯爵の手に渡ったが、以降世間から忘れられた。その後、 フィッツ・ウィリアム死者が寄贈した書籍の多くにザ・シャリーと刻まれていることは知られてきたもののその意味は判明しておらず1980年代にザ・シャリー以上からフィッツ・ウィリアム死者宛てに書かれた手紙299通がミルトンハウスのペンブルック家族文書集から発見されたことで研究が進むこととなったありがとうございます